どうも、JJ です。今日はですね、フルカウント0105WX 色落ち経年変化報告5ヶ月目の報告動画になります。今日も同じ構成になるんですけども、1番目にデニムの細かい色落ちをご覧いただいた後に、社長のコーディネートで、3番目にどのように履いていたかと、5ヶ月間履いてのね、私のね、感想をお届けしたいなと思いますので、お時間ありましたらぜひご覧ください。では早速行ってみましょう。はい、こちらが5ヶ月目の 0105WX です。やはり大きな変化はないんですけども、5ヶ月間続けてみて感じるのは、これがこのジーパンの良さなんだなと私は感じてます。細かいところいきます。腰回りなんですが、こんな感じです。4ヶ月目とね、本当に変わっていないと思います。今回はね、リアルな感じで、社長の持ち物は全部入れてますポケットに車の鍵が出てきちゃいましたね。こう普段社長はですね、コインポケットに車の鍵を入れているみたいなので、少し色が変わってしまうんですけども、このコインポケットの縁のところとかも色落ちしてるっていうね、こう微妙な変化が見られるなっていう印象です。あとこういう風に鍵を右ポケットに入れているので、こういったところがね、薄くなっています。で、右ポケットにね入れているせいか、まああんまりね、右の方にシワがついていないのが、まあ、納得ですね。左の方がね、大きくシワが出ているっていうのは、ずっと変わらず続いているので、その人の形が出るなと思います。で、もも周りなんですが、こんな感じです。このね、左のここの部分がね、うっすら出てきているの分かりますか？社長が体が細い分太いパンツを履いているので、より一層ね、色落ちの進行度っていうのは遅いのかなと思うんですけども、太さゆえのね、こう緩やかな色落ちがね、出てきているっていうのがまたいいのではないかと思います。右はね、なんかここだけやっぱ色落ちが早いんですよ。膝と裾はこんな感じです。ここは大きな変化はないっていう感じですかね。続いて後ろ行きます。お尻周りなんですが、こんな感じです。リアルな感じで、右ポケに財布、左ポケに、バンダナをね、社長はいつも入れているので、今回はね、こんな感じで撮影しているんですけど、毎日入れているみたいです。普段行動している時も、右ポケに財布入れて、バンダナも入れてるんで、なんか右の方がやっぱ盛り上がってるんですよね。だからこういうところが色落ち始まってますし、ここの部分とかも比べると右の方がね、ここ白っぽくなっているんですよ。もう仕事中も常に入れているということなので、今財布抜いてみたんですけど、もう財布の形ができてきてますね。もう90年代の時とか、僕レッドムーンのね、財布に憧れて、そういう財布をね、ポケットに入れてたんですけど、こういう風に跡が残るのってやっぱかっこいいですよね。今とかって財布が結構ね、簡略化されちゃってるんで、僕ポケットに入れることはないんですけど、社長はね、今でもこのような財布使ってるので、ポケットにね、色落ちが出るっていうのは、これもまた良さですよね。はい、で、蜂の巣部分はこんな感じですね。このジーンズに関しては蜂の巣とかっていうことじゃないんでしょうね。私も5ヶ月続けてちょっと意識の変化が出てきました。蜂の巣をね、こう出すことだけがね、いいことではないんだなと思ってます。はい、そんな感じで、細かいところは以上になりまして、続いて社長のコーディネートに行きます。はい、1コーデ目はですね、トップスはダルチザンで固めてみました。ジャケット、シャツ、キャップともにね、ストゥディオダルチザンのものになりまして、私のね、好きな同系色で合わせています。ジャケットとね、シャツとか、全部ね、紺っぽい、青っぽい色で合わせているんですけど、このジャケットは、90年代古着ブームかなの頃に、定番アイテムとなったとされるファーマーズコーデュロイジャケットをモチーフにした企画になってまして、社長がね、このジャケット、えらく、ね、気に入っているので、セレクトしたものになります。値段もね、そんなに高くないかなっていう感じで、渋さと、ダルチの豚がね、ほんのちょっと存在感を出している感じが、いいバランスなのではないでしょうか。
まあ、どうですかね、まあ、5ヶ月経って、まあ、いい感じに多少ね、クタッとしてきている0105なので、まあ、古着感がね出てきていて、まあ、いいのではないでしょうか。続いて2コーデ目がですね、これは私が組ませてもらいました。まあ、チェックシャツが、まあ、デラックスウェアのもので、まあ、スウェットがホワイトビルのものなんですけども、個人的にデラックスウェアの企画の商品企画って、まあ、シャツが割と好きで、デラックスウェアのシャツに合う、まあ、もので合わせてみたっていう感じです。まあ、デラックスウェアってなんかこう丈夫とか頑固とか長持ちという要素がね強いと思うんですよ。で、まあ、それと同じね要素を持ったホワイトビルの厚手なんですよね、スウェットが。これもなのでこのスウェットで合わせてみたので、まあ、ちょっと言い過ぎですけど、暑がりの方だったらこれでもね、ま、真冬までは言えないかもしれないですけど、こう防寒性高いんじゃないかなと思っております。はい、そんな感じで、まあ、別ブランドとね合わせではあるんですけども、まあ、当店なりに組んでみました。まあ、少しでもね、まあ、参考になったら幸いです。続いてはですね、どのように履いていたかなんですが、着用頻度は前回の動画を上げてから毎日履いているそうです。まあ、休みの日でも、まあ、外に出るときは履いているので、この企画をねかなり意識してくれているようです。で、仕事の時は変わらず、まあ、10時間がベースで履いていて、洗濯回数は先月動画アップからは洗濯していないので、まあ、トータルして、2回していることになります。0105を5ヶ月間私が見て感じていることなんですけども、まあ、先ほどもね少し触れているんですけども、まあ、0105って太いじゃないですか。で、色落ちがしにくい、そして特納インディゴなんでより一層色落ちしにくいっていうのが、まあ、あると思うんですけども、5ヶ月間ねこれを続けてみて感じるのは、こう緩やかにね色落ちさせるのも楽しみなんだよなということを僕は感じてきてます。私自身がバキバキね色落ち出したいっていう考えの方が強いタイプなんですけど、その真逆のね考えというか真逆の楽しみ方もあるんだなと感じてます。まあ、というのは動画に対して、まあ、いただくコメントだったりお店のお客様とね話していても、そういう方っていらっしゃるんですよね。そういう冷えっていうよりも全体的にふんわりっていう言い方が適してるかどうかわかんないんですけども、そういった色落ちをしていくのもいいんだよねっていう方っていらっしゃるので、そういったね楽しみ方もあるんだよなということが徐々に徐々に僕の中で入ってきてるっていう感じがします。ですので、まあ、0105はそういった方にはねおすすめなジーパンなのではないかと思ってます。まあ、俺もねそういう履き方に挑戦してみようかななんて思い始めてはいます。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。最後にお知らせになります。今回社長が履いているジーンズ紹介させてもらったんですけども、まあ、私もウェアハウスの S1000XX を履いて経年変化色落ち報告をしている企画を同時進行で行っているので、そちらの動画のリンクも概要欄に貼っておきますので、お時間ありましたらご覧ください。あとこっちにもねリンク飛ばしておきます。で、また私インスタツイッターやってます。まあ、YouTube の情報とかを発信したりしているので、まあ、この2つの SNS のアカウントをお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また来月にもね動画出す予定なので、ぜひね私のチャンネルに遊びにいらしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。